それでは初めに東部支部を代表いたしまして牧野支部長より皆様にご挨拶申し上げます。牧野支部長よろしくお願いします。皆様新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。まあ、この皆様お忙しい中、またお寒い中、こちらにいらっしゃいましてどうもありがとうございます。まあ、本日は経済産業省総経済産業室の都築室長様はご臨席いただくことになっておりますが、ちょっと会議があるので、まあ後からおいでいただくことになっております。でまた総経済産業室の金子課長補佐様、佐野課長補佐様、また船田係長様と、まあ、幹部の方がおいでいただいております。それから関東経済産業局製造作業課長の勝本様もご臨席いただいております。で、まあ、我々の非常に楽しみであります上田会長も今回もいらっしゃいますのでスピーチの達人ぶりを非常に楽しみにするところであります。で今日は山本様から大変厳しいお話、それから我々がいかに後ろ向きでぼやいてるかというようなお話がありまして、まあ、そういう意味で、心を新たに考えていかなければいけないというようなことにもなるかと思います。で山本様とは前ちょっとお会いしたんですが、先ほど私はグローバルな人間ではないとおっしゃっておられましたけれども、お話はやはり日本人の普通の感覚ではなく、まあ、非常にグローバルな全体を見られるようなお話で、ありました。で、まあ、実は山本様は本当にグローバルでありまして、修士の時にイギリスの大学に行かれ、そこでキアンセを見つけて、まあ、台湾の方らしいんですけれども来られたということで、もう非常にグローバルを進めておられるということにもなるのかなと思いますし、まあ、我々 もう僕は今更ダメですけれども、やっぱり、外国の女性と結婚するっていうのも大切なことかなとも思っている次第です。で今日はですね、元ソディックの社長でありました塩田さんがですね TG コンサルタントっていう会社ですけどもいらっしゃっています。それでなぜ、塩田さんのお話をするかというと、今片技術協会で、会員増強委員会っていうのがありまして、そこの委員長を塩田さんがされているということで、まあ、今日山本先生のお話で、まあ、片技術とかそういうところにいろいろ参加した方がいいじゃないかというようなお話もありましたので、まあ、ぜひ、まあ、塩田さん、それから、まあ、他にも片技術協会の方いらっしゃってますんでお話ししていただけたらと思います。まあ、今年は蚊の飛ぶっていうことでありまして、今までなんか江戸では常に、これから成長するぞ成長するぞっていうのは2回続いてましたけど、今年から成長するということだそうです。で、まあ、今年の干支は今まで縮こまってたものがわっと伸びると、それですごい元気になるということですけど、逆にこんがらかっちゃうっていうのもあるかもしれないっていうような干支だそうですが、まあ、我々にとってこれから新たな成長っていうことでなってもらえればありがたいなと思ってます。で、まあ、これは干支はまあ60年の周期だっていうことでありますけれども、まあ、昨年が、実は60年前何があったかというと、朝鮮戦争が勃発したっていう偶然なことですけれども、あり、それで昨年、北朝鮮が韓国に島を攻撃したということでは不思議なもんだなとも思ってるわけです。で、まあ、そういう点で、まあ、今年日本が、新たな成長を遂げたということで、新たな
素晴らしい年になればいいなっていうふうに思っております。そういう意味で若い人の力ということで、金型工業会の東部支部においても転生会の人たちがいまして、それこそ海外展示とかそういうことに一生懸命取り組んでいく、それからグローバルにも取り組んでいくということで、金型の新時代を迎えてくれるんじゃないかなと思っております。 で、そのためには、ここに五輪席の皆様方のご指導を仰ぎましてですね、我々、なんとか元気にやっていきたいと思いますんで、本年もよろしくお願いします。どうもありがとうございました。